おはようございます、たまです。俺の下であがけやっていきましょう。ちょっとですね、動画のアップが遅れてしまいましたが、一応ね、いろいろと条件を揃えるべくですね、ちまちまとですね、めんどくさいプレイをやってきてはいました。それでですね、1枚ね、吉岡さんのスチルが出ていなかったので調べてみたところ、一夜様過労死エンドっていうのをね、出すときっとね、悲しむ吉岡さんのねスチルが出るはず、ということでちまちまとね、私ね、29日間ね、ずっとその帰宅を押し続けました。それが条件みたいです。もう帰宅帰宅帰宅って29日まで来ましたよ。それで寝ます。多分こっからね、ここでセーブして止めといたので、ここから多分ね、最終日の30日もちょっとね、一応火曜日です。おはようございます、一夜様。おはようございます、久しぶりって感じなんですか。本日が活動最終日になります。動画的にはね、一応最終日も本日はどうなさいますか。一夜様をね、過労死させるべく帰宅を押していきましょう。はい、帰った。なんかね、ではずっと帰宅してるからね。今日一日の報告を行います。そんなに一夜様過労死するほど働いてる感感じないままここに来たんですが、エナジーをね、奪っちゃダメっぽいのかな。なんか攻略をね、一応見てですね、やっております。バッドエンドのね、回収をしていこうかなと思っているんで、はい、誰にもね、みんなエナジー、一夜様ひたすらね、地道に働いてきたよ、30日までね。以上です。結局またあれかしら、心臓発作で結局倒れんのかな。寝るわ。さてどうなるでしょう。おやす。はい、ドキドキ。曜日来たよ、一夜様。あ、やっぱり、え、もしかしてあれ、ベッドの中で死んでいたって書いて、なんだ。あ、生きてた、よかった。よかったって死ぬんやろうけども、弱ってる。ああ、いっぺんね、心臓発作で。一夜様、お顔の色が。え、なんか吉岡さんかわいそう。吉岡さんのね、トゥルエンドをね、見たもんだからね、ちょっと情がね、吉岡さんの心寄りになってるんですよ、今はね、私ね。こう、一夜様を失う吉岡さんがかわいそう。横になられた方が。寝とき寝とき。今日はネピリムがやってくる日。手前であれなのかな、なくなっちゃうのかな。あー、やっぱ心臓が痛い痛い。あら、あ、やっぱりちょっと1ヶ月遅れただけと。一夜様、大丈夫？すって何？これ声優さんもすって思いながら一応すって言ってくれてるような気がする。すって今私思ったんだけど、怖いよ。一夜様、ちょっとね、あのワンコがね、飼ってたワンコがね、亡くなったのを思い出すのよ。うちのワンコもね、あの病気を持っていたんですが、あの亡くなり方は突然死っぽかったので、ちょっとショーンって今なっちゃった、思い出す。喋らないで、すぐ病院に。一夜様、一夜様、しっかり。出る？原因不明の
おそらくは過労による。ふわっとしてる。お医者さんがふわっとしてる。1ヶ月ほど前にすでに回復不能なダメージを。あー、やっぱ心臓。ご家族の方は。わあ。エナジーの補給もろくにせず、肉体を酷使しすぎた ね。最初でかろうじて助けてもらってるから、エナジーをそうね、補給することによってね、持たしてただけだったんだね。おかげで僕の与えた闇の力が予想より早く消えてしまったのさ。あら、どじめ。あら、もう意識もないのでは。なんかドジっ子みたいに言われたよ。ねっちゃんかわいいな。魂を奪うのは死ぬ直前まで待ってあげよう。あ、じゃあちょっとあれかな、死に目に吉岡さんは意識を回復なさいました。ですが、あら、今晩が山です。もう、あら、時間の問題です。あー、かわいそう。切ないね。吉岡。はい、ここに。イチア様、気が疲れましたか。吉岡、ぬか喜びさせてすまん。イチア様。吉岡。はい、すまなかったな。イチア様、一体何を言って。嘘の下手なやつだな、昔から。何をおっしゃいます。あなたはすぐに元気になります。早くいつものようにご命令を。一夜様。ああ、切られちゃった、さっくり。終わった。ちょっと寂しい、ショーンってなったね。はい、終わりました。撮りましたよ。はい、これでね、CG もね、ちゃんと入ったと思います。それとですね、おまけ。一応ちょっと、あ、CG モードちょっとね、見ないでいきますね。ちょっと回想モード、えい。はい、これです。コンプリートシナリオが見られるようになりました。なりました、というか私頑張ってね、拾いました。特にね、よいしょ、わかったわかった、ピコピコ。樋口さんね、ちょっとバグっぽいって言って、どこだ、これが出てなかったんですよ。一応ね、こっちも拾ったんですよね。2万エナジー取って、トゥルエンドと分岐する部分も一応見ておくと、ここ2つ契約の後っていうのでね、2つ出るんですよ。
それは一応2万エンド行くとスチルが1枚増えるじゃないですか。わーって襲われてる。で、襲われてるスチルを見た後に一夜様が反省しない、ごめんねごめんねってね、一夜様が言わないというルートがありましてですね、ドヤーってまた一夜様ねするんですよ。それで、ね、そっからジューマさんになってしまいますっていう、ジューマルートへの分岐っていうのを1個取っただけでね出ました、コンプリートが。これね、これ。それでもうね、じゃあこれももう今はねもう 見なくていいかななんて私は思ってるんですが、これもね受けと攻め2つあるんですよ。で、私2つね取らなきゃいけないならクソめんどくせえなって思ってたんですけど、1個取っただけでねコンパ扱いしてくれましたね。だから2人だけの朝というちょっとエモいでしょこのタイトルで。こっちがね、新田くんも料理の特訓とかさ、けなげな感じがするし、運動会行くわけですよ山口さんはね。そして吉岡さんが特別休暇よ、なんか楽しそう。というわけで見ていきたいんですが、その前に今ね吉岡さんの流れからやっていってるので、これです。スロットのねイベントも出しました。もうめんどくさかった、これが一番めんどくさかったわ。他のね3人はねレベル3のねスロットを3つ揃える障害、同じ障害を3回連続やればよかったので、ズルプレイでね出すことができるんですけど、カードさえね同じのを3枚集めておけば。吉岡さんに限ってね、吉岡さんが攻略対象に障害を与えるっていう方を選んで、かつレベル2を3回連続やるか、ネピちゃんがガーンって出てくるね、レベル4っていうゴールドのねやつを1回出すかの、2回レベル2を2回出した後にゴールド出すか、レベル2を3回出すかなんですよ。で、これがズルプレイで確実に3回出る時に取ることができないので、めっちゃねロードしまくりましたね。セーブロードセーブロードで何回もやりましたね、まあ、それを言うならですね、吉岡さんのねこのこういうやつですよ、ランダムイベント。これもね吉岡さんはまだ出しやすかったかな、セーブから何回もやれば、休日の前にセーブ取っとけばねあれなんですか、ですけど、ランダムイベントをねコンプするのも結構大変でしたね。吉岡さんのねランダムイベントで見てないところもねちょっと見ていきたいと思うので、とりあえずこの見せてたかな、カニ牧場の真実と、ちょっともしかしてね吉岡さんね動画でね久しぶりにやるんで、ちょっとね吉岡さんのカニ嫌いの動画が出てたかどうかわかんないので、さっきねカニ嫌いを見ていこうか。うん、もしかしたらカニ嫌いね動画に出してなかったかもしれない。吉岡さんはねカニが苦手なんですね。まずこっちから見ていこうじゃね、さっきねカニ嫌い。吉岡、そのもうね自分がね何回もねロードしてこれをこうコンプするのにロードしてるから、何のイベントが動画として出してるのかっていうのがねもう分かんなくなっちゃってるんですけど、これ出てないと思うのでちょっと先こっちを見ましょう。料理の本です一夜様、見てもいいか。手投げですよ。どうぞ。今ねなんか料理本で、料理の本ってね今って買わないよね。一時ならクックパッドとか、あとはほら今はねもう料理系のね YouTuber さんいっぱいいて、
全然ね、美味しく動画を見ながら。こんな本を参考に料理をしていたのか。くれますもんね。あの本の時って本の写真って静止画だから、意外となんか火加減の雰囲気とか見えてる感じとかが分かりづらいんですよね、本ってね。今って便利な世の中になったよね。作り方の載った部分をすべて飛ばすから一夜様料理スキルがね全くないんですよね。しおり代わりなのか。いや、これは。カニの冷静。やーってなるんですよ。ほらね。嫌いなんですわ。いやーってね、あの善逸みたいに、ね、心はなってると思います。よしおか。はい。はいの言い方が可愛い。お前どうしてそんなにカニが嫌いなんだ。なんかこのはいの言い方が可愛いっていうのを言った気がするから、動画に撮れてるかなこれ。2回目かもしれないですね。私どっかで吉岡さんのはいの言い方が可愛いって言った記憶があります。確か見るのもダメだったよな。あでも、うん、私ね、あのエビは好きなんですが、シャコガイは苦手です。怖くない、あれ。シャコガイ、あれシャコガイっていうの、貝じゃないの、あれ。ほらエビみたいな、ムカデみたいな、食べたことないけど見るのも怖い、あれ。怖い、ムカデに似てるから。シャコ、ああ貝じゃないのか。子供の頃、うんうん、家族旅行に出かけた北海道で嫌なことが、あの本当につまらない話ですので。気になるじゃないか、説明しろ。そうだ。ぐっ、苦しんで打撃を受けてる。ここまでと。え、ドエスなのよ。可愛らしくすらあるな。どうも、私はカニ牧場以来カニ運が悪く。はあ、カニ牧場とは一体。ということで、あれですね、選択肢出なかったね。可愛らしいを取った時のね、選択肢の方が出たんだと思います。これね、選択肢出るとことね、セーブ前のやつが出ちゃうところとね、結構雑ですよね、作りがね。一夜様攻めっぽくプレイしてた時に撮ってるってことは、後半に撮ったやつじゃないかなと思うんで、やっぱり見せてなかったかな。まあそれはよしとして、はい、こんな感じでカニが苦手でカニ牧場に胸を痛めていました、吉岡さんね。でどうしてカニ牧場が苦手なのということで、カニ牧場の真実、これがスロットイベントで出たやつですね。不幸を与えて行動してたはずの吉岡さんに不幸が来たって感じです。いきましょう。終わったか。水難ですね、吉岡さんは。
で誰かをねボチャンって水にね落とした後ですね。ここ数回災難の発動が海でばかりだったね。そうなの、私もちょっとね海怖い、海とか川とかね、これ前も言ったかな、怖いです、泳げないんで怖いんですよ。マンションに戻って夕食の準備をしよう。すごいよね、なんかやっぱり吉岡さん一人欲しいね。たまには取り寄せの食材だけでなく、ほうほう、土地の素材も使ってみようか。一夜様が喜ばれるかもしれないね。セレブなのにね、地元を商店街でお買い物をするというね。確かこの先に昔ながらの青物店があったはず。高級スーパーとかじゃね、ないんですね。はい、嫌なものが来ましたよ。こんなところにあれの水槽が、私としたことはチェックを怠っていた。そういやさ、カニじゃないか、あれは伊勢エビか。昔伊勢エビの UFO キャッチャーありましたよね。なかったっけ。伊勢エビをね取るんですよ、お金入れて水に入ってるゲーセンに。なんか話題になってた気がするんだけど、取れたてピチピチ新鮮なカニだよ。おお、なかなかカニもさ高くて買えないわ。さすがセレブですね。どうだい、寄ってっておまけしとくから。そこのスーツのお兄さん、どうね。ちょっと金持ってる人に声かけんのかなカニが安いよって。ほら見て、立派でしょ。おっとどおっとどどど、年末の雨横とかじゃないとさ、なかなかこういうのは。すまんお兄さん、ちょっとこれね、鬼滅の蜘蛛の会をね思い出したんですよね。カニって蜘蛛っぽいよね。これは悪夢だ、目が覚めたら消える。そうだ、夢なのだ。あれかな、サワガニも苦手なのかな吉岡さん。昔なんかこうサワガニちっちゃいやつが車に引かれてたりとかするのがちょっと苦手だった。私も子供の頃って背が低いから足元が近いんですよね、大人の身長よりね。だからこう地面のものがよく見えるから、ああいうね嫌いだったね。潰れてる虫とかね、カニとかね、怖かった。海草さも口に入った海水の塩辛さも全てリアルな想像の産物に過ぎない。いやいやいや、私もね苦手だよこれ。スーツの生地越しにも分かるトゲトゲした感触も、わさわさした独特の動きも、夢、幻。タラバガニでもダメなのかな。一回見ちゃうとね、私もうわーって言えないのでね、ちょっと寂しい。取っといたんでね、一回見ちゃう。お顔に乗ってるカニかわいいな、ちょっとね。
両親と訪れたカニ牧場はとても楽しい場所でした。しかし不注意で落下した私は暗闇の中取り残され、両親は迷子と間違って施設の外を探し続けていた。発見してもらえずに彼らと寄り添い過ごした一昼夜、見渡す限り甲殻類がうごめき、這いずり、水音を立て、空腹に耐えかねて私は友達と思ったカニの足を、ちょっと、おいしかった。生で食べたのか。ごめんなさい。友達と思って名前もつけていたのに、カニ太郎、カニ、カニ、カカカカカカ。一夜様、カニ玉、カニ缶でお許しを。さばくのは無理です。食べ放題はご一緒できません。ですから一夜様、カニはご勘弁ください。どうか、どうか。今度はね、吉岡さんがね、ご臨終になってしまった。どうも、ご迷惑をおかけしました。いやー、高いスーツびしょ濡れにしちゃって、あれがったね。いえ、大丈夫です。こんないい魚を譲ってもらえて嬉しいです。地魚ってここ何県設定なんだろうね。それでは失礼します。こちら今晩早速調理していただきますね。ねえ、ちょっとまたね、マンションで地獄絵図がね、カニカニカニ言うてね。はい、終わりました。はい、カニ牧場の真実でした。どうしようかな。ちょっとね、この辺ね、結構吉岡さんね、見てないのがいっぱいありすぎるんですよ。でも全部ね、見てもあれかな。イチゴとかネクタイの結び方とか、あと海外からの荷物は見ましたよね。その辺はね、見たんで、どれがおすすめかな。全部ね、見るのもあるかなと思うんで、ちょっと一遍調べますね。一旦止めます。